バヤットさ、西田愛です。今日は最新のフェイシャルマスクをご紹介します。アンテナを常に張ってる人はご存知だと思いますが、こちらです。アキュール、そう、モデルのさえこさんがプロデュースをして話題となったアキュールです。発売と同時にサーバーがダウンするぐらいすごいたくさんの人がアクセスしたみたいで、アクアっていう意味とオイルが混ざってアキュールっていうブランド名になってるんですけど、朝用と夜用のこの2種類のパックが7枚7枚入って14枚で1箱っていうセット。これ24時間潤う肌っていうのがテーマで、夜だけパックをして朝の洗顔で洗い流していた、そのもったいない美容成分を見直しまして、朝には朝の、夜には夜の成分をそれぞれ入れて、一日中朝から夜まで寝てる間まで潤おうじゃないかというスキンケアを推奨しているマスクっていう感じかな。で、美容界でも注目を浴び始めている CBD オイルをいち早く取り入れたこの特別なマスク、夜用の方は CBD オイルが入っています。この辺の説明もちゃんとしますけど、とにかくこの2つセットのマスクが発売になったんです。話題だし、美にこだわってるさえこさんがプロデュースに携わっていて、ものすごいおすすめしてたから、まあまあまあとというか絶対いいんだろうなと思って買ってみて使ってみてるんだけど、やっぱりすごくいいから今回みんなに紹介をさせてもらってます。ちゃんと使用感も経過した上で、あ、これはみんなに紹介できるなと思ったので、このタイミングで紹介をさせていただきます。お風呂上がりまして早速使っていきたいと思います。で、ちなみに朝と夜のやつを逆にしてももちろんいいし、とにかく成分がそれぞれ違うから、その時自分の肌に入れ込みたい成分を選んで朝にこっちを使ってもいいし、その話題のね、私の注目していたポイントです。 CBC フェイシャルマスクでどんな感じかというとね、ちょっと乳液っぽい美容液、見てこの滴るような、こっちにね、わかるかな、すごい余ってんの美容液も。これも余さず塗るんですけど、丁寧にね、丁寧にね、フィルムがあるんです。こういう状態で顔なんだけど、表と裏両方にフィルムがあって、それをここから目印に外すことができます。この状態で貼ります。で、こっから表面についてた方の、これなんていうの、メッシュみたいな感じ、 この子が傷つかないように、包まれてました。わかるかな、この質感、ちょっとっていうかだいぶ分厚いんだよね。この中にある美容液を私は、わかるかな、こんなに、こんなにいっぱい、すごいいっぱい入ってるんだよ。すごい。こまめにすくい出して、こんな感じね。すくい出して、首と、デコルテと、肩、腕、それでついでに、すり込みながらリンパも流して、毎日私は正直できないから、本当に、翌日撮影があるなとか、フルツヤの状態にしときたいなっていう時にパックをするようにしてます。そうじゃない日はもっと安い、もっと市販とかで売ってるようなこの辺のアンプルマスク系をまとめ買いしてるので、この辺を日常使いしてます。で、この CBD オイルについてちょっと説明していいですか。ちょっと待ってね、まず塗るわ。もちろん余ったやつは足とかにも塗りましょう。 CBD オイルって簡単に言うと大麻から抽出した成分なんですけど、大麻の成分入ってるのって思うかもしれないけど、大麻とは抽出の仕方、抽出している、実、茎、葉、そのものが違ったり過程が違ったりしてる成分が全く違うので、違法でもないし、これはちゃんとした合法の成分でちゃんと認められているものです。そして、なんていうのかな、バランスをすごく保ってくれるオイルって言ったらいいのかな、自律神経を整える効果も
あります。ぜひ詳しくは調べてほしいなと思うんだけど、私の説明だけじゃこう説明しきれてないからね。アキュールのホームページ見たらトロトロの感触って書いてる。ココナッツヤシの植物由来の天然素材を用いて発酵技術により作られたココナッツシート。そういうことか、ココナッツシートだって。これすごいね。きめ細やかな繊維から構成されていて、美容液や保湿、水分保持性が高く、プルプルとしたゲル状のマスクが肌に吸い付くようにフィットし、保湿力を高めます。まあ、とにかくこれが夜の CBD オイル配合の方のパックです。ではもう今喋ってね10分ぐらい経ってるので、あと10分ぐらい保湿したら OK 終了。この後私はギターをちょっと弾くんです。ではまた明日。おはようございます。朝です。起きて軽く水でパシャーってして、最初のブースターだけしている状態です。でここでアキュールの朝用パックをつけていきます。朝からパックするのって思うかもしれないけど、朝からパックするの。夜はどっちかっていうとそのオイルで、朝はもう水分補給保湿っていう感じかな。見て、ね、薄くてね、わかるかな、すごいトゥルトゥルしてるんですよ。角質層まで浸透するエイジングケアに欠かせない美容成分を贅沢に配合している。メイク前の水分チャージに適していて、シートは非常に薄い、本当に薄いのこれ。肌への密着が限りなく高い半熟食感シートを採用。わかる、半熟っぽい。ネバネバともトロトロとも違う。なんて言ったらいいんだろう、ちょっと粘り気がある感じ。これがもうね、ペパーってまとわりついてんだよね。あー冷たい。まるで美容液をそのままのせているような感覚、まさに。で保護シートも外す必要がないため、忙しく時間がない朝の時間にもぴったり。また生地に染み込む美容液の量が多いので、短時間の使用でも肌にたくさんの潤いをチャージすることができる。7枚×7枚これで、すでに1日1枚しか使わない人は2週間分じゃないですか。毎日やったとしても週に1日おきに夜だけ使うとかだったとしたら3枚しか消費しないじゃん。たら1ヶ月平気でこの1箱いけちゃうんですよ。ただ私は今定期便にしていて、これが初回申し込みの人だけありがたいことに、この7枚7枚セットがびっくりするよ、2個ついてきているという。すごくない？だから私これですでに2ヶ月分あるんですね。だけど来月分はまた月頭に来るから、早くこれ使い終わんないと4箱になっちゃうんですよ。私はこの空いた1箱を母親に送ったり姉に送ったり、今自分が使ってる方から友達とかが遊びに来たら、あこれよかったら使ってみてって言って2枚セットであげたりとかして、ちょっと消費をしてるし、みんなにぜひいいやつだからね使ってみてほしいなって思うし、大事な日に使ってねっていう感じで渡してるんだけど、そんな感じでさ、プレゼントとかも素敵だし、とにかくねマジで言っていい、朝用のこのパックすっごい気持ちいい。余ったこの液をここにさらに塗り込んで、よりね染み渡るようにしていく。あー伝わってほしい、これみんなに、ここみんなに触ってほしい、このトゥルトゥル。すごいわかる、この液がさ押したら液がバーって出てきてる感じ、すごいんだよほら。あー柔らかい。ではもうちょっとこれつけて支度して出かけたいと思います。パック終わったんだけど、みんなに見てほしい。いくよ。わかる？このお肌の吸い付き具合。わかりますか？これです。潤いが。すごいです。張り付きます。すごいです。で、今、これがせっかくこうなので、
これがせっかくこうってこうしか言ってないけど、クリームを塗って閉じ込めてあげてね。化粧水やパックはやってそのまんま終わりにしちゃうと、入れ込んだ分全部蒸発して余計乾燥したりするから、しっかりクリームタイプ乳液タイプのもので蓋をしてあげたら持ちが良くなるというか、しっかり閉じ込めることができるのでパックした意味がある。あ、やばいよ、ほら、うわ、すごいことになって、今日はもちもちでもちもちでになりました。見てすごい、顔が伸びる。ブブブブ。というわけで、朝パック、夜パック、秋色のパック、こんな使用感でしたっていう、動画でした。高評価ボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。あとコメントもね、このパック同じく使っている方、そして気になってたっていう方いたらぜひコメント、それぞれの使用感とかもまた伝え合って、あとおすすめのパックとかある方はそういう情報も伝え合って、お互いここでこう情報交換とかしながら、それぞれに合ったねパックとかと出会えたらいいなと思います。では、ありがとうも下げました。すごいよ、バイバイ。よかったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。他の動画も見てみてね。ありがとうも下げました。